グロッケン購入しましたというわけで、大学生の演奏家の島崎優斗です。さあ、本日はですね、この購入したばかりのグロッケンを買い揃えしていきたいと思います。実はうち、2台あるんですよ。でも、どちらも片方は、おもちゃに毛が生えてるやつ。で、片方はちゃんとしたグロッケンなんだけど、ハードオフかどっかで、すごいいいやつなんだけど、サビサビのやつをね、めっちゃ安い値段で昔買って、まあその2つを使い分けてたんですけど、やっぱりそのオーケストラの本番とか、ちょっとした本番でそのグロッケン使うたびに、いや、もうちょっといいグロッケンの音欲しいなってね、ずっと思ってたんです。なので、今回ですね、ちょっと知人から、こういうグロッケンが、出たよと、中古で出たよというお知らせいただいて、ほぼ即決で買いますと。お値段、なんと、10万円です。10万円ちょうど。グロッケンね、こちら、コオロギさんです。というわけで、早速、開けていきましょう。いきます。それでは、オープン。あー、美しい。美しいでござる。グロッケンさん、美しいでござる。ありがとうございます。さあ、こちらのグロッケでちょっとだけご紹介させてください。コオロギって言ったんですけど UG340D、 もともとね15、6万だっけな、するグロッケです。で、めちゃくちゃ状態が綺麗、まあ見てわかる通りなんですけど、すんごい綺麗な状態で中古なんですよ。これ中古っていうぐらい、まあ、若干の傷とかはついてるんですけど、本当にもうそのレベルで、はたから見たらもう新品みたいな感じ。さらにですね、前に動画でもちょっとご紹介したことあるんですけど、ここにダンパーがついてます。要は、これ音を止められるやつですね。わかります?ここのダンパーパッて押すと音止められるんですよ。このダンパーがあると何がいいのかっていうね、ことなんですけど、例えば足でペダルがついてるグロッケもあるんですけど、足でやるって、まあ僕らみたいにこう、ビブラフォンとか慣れてる人だったらね、あとはまあピアノとかやってる人だったらやりやすいんですけど、やっぱり打楽器としてあんまり足使わないので、この足のペダル操作が難しいっていう方が多いんですよ。まあなので、メリットの一つとしては、その叩いたまま、手で押さえられる。まあ、そのままなんですけど、これがまず一つ。そして、もう一つのメリットとしては、例えばですけど、音をパッて止めたいとき、特に黒鍵白鍵の幅広い音を止めたいときって、今までこういう風に止めたんですよね。ちょっとやってみますと、こういう止め方をするしかなかったんですよ。もしくは、こういう、こうやるしかなかったのが、全部いっぺんに、止められるので、まあ、これがですね、このダンパー、手動で音が止められるっていう装置のすごいいいところです。で、さらにちょっと遠くてね、分かりづらいかもしれないですけど、こう上のレマであります。これ若干珍しいんですよ。普通は上のね、ドマであるのが普通なんですけど、まあ、それがさらにレマであるってことで、まあ、音域もグロッケンの中でもすごい広いし、このダンパーついてるし、まあいいかなと。思いまして、即決で購入させていただきました。これから本番等で、しょっちゅう使わせていただくと思います。で、グロッケンについてなんですけど、よくね、使ってるグロッケンのマレット、おすすめと教えてくださいって言われるんですけど、今回僕がおすすめのやつ、ついでに2つご紹介します。はい、これと、これ。今出した、こちらが音出したやつが、プレイウッドの XG103。で、これがね、中に真鍮みたいな、こう、硬い素材が入ってて、周りがゴムでできてるっていう感じで、めっちゃ硬いわけじゃないんだけど、しっかり叩くと芯のある音がするし、柔らかく叩けば、柔らかいマレットっぽい音も出るっていうことで、まあ、ツートンマレット的な感じですごい重宝してます。これが、まあ、こんな感じですね。で、もう一個のマレット、こちら。なんかよく透明なやつって言われる、このマイクバルターって言われてるクリスタルみたいな。だから透明なやつ。これもね、よくコンコールとかで見かける方も多いと思うんですけど、これは非常にキラキラ。キンキン一歩手前ぐらいのキラキラした音が出ます。うん。の割には割と柔らかい音も出るので、まあ僕はね、好きなんですよね。ということで僕がよく使っているグロッケンマレットはこの2つです。約10万円のこのグロッケン。ただ、マリンバ奏者なので、普段からめちゃくちゃ使うってわけじゃないので、まあレンタルとかもね、支援に入れて、これ貸し出しとかもできるようにしようかなと思っております。概要欄に、コオロギさんのホームページ載せておきますので、よかったら見てみてください。僕が購入したのは UG340D。ただちょっとこれね、
あのもう絶版というか普通に販売してない可能性があるので、まあ、なので全く同じものくださいっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、ただ鍵盤のグレードもねすごいいいし、これから重宝させていただきます。というわけで、大学生の島津義雄でした。6件買いました。ありがとうございます。さよなら。